第2回、まず最初はアテナリ。これは身分が高貴で、そこからにじみ出る品格とかオーラのようなイメージです。定番の役は高貴だ、上品だ、で、あてやかなりという形でも同じ意味になります。類義語はやんごとなしとか、他にも言うなりがあります。では次、あながちなり。これはもともと己勝ちという形で、他を無視して自分を押し通すイメージです。訳すと無理に、強引にというマイナス表現や、一途に、ひたすらにという意味にもなります。次はアナイス。これは現代語とは少し意味合いが違って、事情を知らせたり取り次ぎを頼んだりするときに使う言葉です。そもそもアナイは事情とか内情という意味があるわけですね。次は哀れなり。これはものすごい感動を表す哀れからできた言葉で、しみじみと染み込む感動を表します。感慨深いが定番の役ですね。ちなみにもっとポップな感動はおかしと表現します。哀れがるという形で感動するという意味にもなるので、合わせて覚えておきましょう。20番は会う。普通の出会うとか似合うという意味もありますが、特に男女が会うシチュエーションでは肉体関係を持つ、つまり結婚するや深い仲になるという意味になるので要チェックです。他動詞の合わすだと結婚させるになります。次は会えず。これはこらえるとか耐えるという意味の会うが打ち消しになった言葉で、こらえきれないとか何々しきれないという意味になりますが、何々できないと覚えておけば大丈夫です。他の不可能の表現はえプラス打ち消し、何々かぬ、かたしなどがあるので、まとめて覚えてしまいましょう。次のあえなしも、耐えるこらえるのあうになしがくっついた形で、やってやろうっていう気持ちが失せてしまった状態を表します。訳はどうしようもないや張り合いがないが一般的です。あえなんという形だと、やむを得ないとか構わないというニュアンスになります。次はそのあえなんですが、あえなんのなは官僚の助動詞ぬ、あえなんのむは医師の助動詞のむなので、チェックしておいてください。訳は仕方ない、差し支えないですね。次はあまた。これはもともとは余ったから来ていて、そこから数がたくさんな様子を表すようになりました。同意語はここら、そこら、そこばくなので、まとめて覚えてしまいましょう。さて次はあやし。これは文字通りあいやーっとびっくりする声で、本来は人知を超えた神秘的なものへの驚きや恐れを表します。奇妙の奇を当てると不思議だ、奇妙だ。癒しいという漢字を当てると身分が低い、みすぼらしい、田舎臭いといった意味になります。次はあやなし。このあやは物の道理のことで、理由がしっかりせずめちゃくちゃな様子のことを指します。訳はズバリ筋が通っていない、また理由がない、めちゃくちゃだとなります。類義語は割りなしで、自分でも判断できなくなる状況を指します。次はあや肉なり。これはあやプラス肉しで、ああ憎いというような感情を表します。よく意地が悪いとか不都合だと訳されますね。またあや肉がるという形でダダをこねるっていう意味にもなるので覚えておきましょう。さて次はあらぬ。これは文字通りそうではあらぬという表現が元にあって、その状態ではないという意味合いになります。大体は別の、違ったとか意外なと訳すことが多いですね。類義語は去らぬで、ほぼ同じような意味を持っています。次はあらまし。あらましのましは意思や推量を指すので、こうあろうという意思から計画という意味になって、こうだろうなという推量から概略という意味につながります。さて最後はあらまほし。これは願望のまほしがくっついて、こうありたいとかこうであってほしいという感情がベースになっています。理想的だが定番の訳ですね。では第2回は以上となります。ではまた次回。